アマレスニュース。本日は2022年10月15日から開催されました全日本女子オープンの試合結果をお伝えします。今大会一番の注目はやはりこちら、東京オリンピック57キロ級金メダリストの川井梨紗子選手が1年2ヶ月ぶりに復帰しました。現在ご結婚されて今大会から金城梨紗子として試合にエントリーし、トーナメント全3試合を勝ち上がり、見事復活優勝を果たしました。1回戦は51秒でフォール勝ち、2回戦はテクニカルフォール勝ち、そして決勝戦は志学館大学の中西選手とフルラウンド戦い9対0で見事優勝しました。旦那さんの金城希龍さん、そして生まれたばかりの可愛いお子さんも連れて、そして今大会腰を痛めてしまい出場できなかった妹の河合由香子さんも観客席から応援してました。その辺の模様は少年少女レスリング連盟の YouTube 動画に可愛い梨紗子さん一家の微笑ましいオフショットが載ってますので、ぜひそちらの動画もご覧ください。今大会で優勝して全日本選手権天皇杯にも出場すると思いますので、今後オリンピック階級で57キロ級でやるとしたら、今勢いにある桜井つぐみ選手や南條紗英選手とどんな戦いになるのか非常に楽しみです。そして59キロ級に出るとしたら、こちらも今は激戦の階級で、ナタミサラ選手、元木さくら選手など強い選手いっぱいいるので、もう今から天皇杯が待ち遠しいです。そしてちょっと前の動画でアマレス太郎とガチ試合をしてくれた FFC の本田ゆりな選手、今大会で見事優勝しました。おめでとうございます。お父さんの本田監督から太郎さんとのスパーリングのおかげで見事優勝することができましたと熱いメッセージいただきました。試合前にアマレス太郎とスパーリングをしたら優勝できるというジンクスが今後生まれるかもしれません。ぜひ試合前にアマレス太郎と一緒にスパーリングしましょう。そして本日からアンダー23世界選手権も始まってますので、そちらの方も皆さん一緒に応援していきましょう。ありがとうございました。